すごく困ってたのさあリンゴのアップル」って書きたかったのつづりは文字の A で始まるって知ってたけど文字の A がどんな形をしてるのかエルモ思い出せなかったんだ困ったエルモが相談に来ました私は教師ですからあれを勧めたのですアルファベットこれを見れば必ず見つかるそれでアルファベットを見たら文字の A があったの アップルの頭文字 A だほらフフフアルファベット文字を探す時はこれだね一生懸命思い出そうとしたんだルーって音を出す文字レタスの頭の音でもさっぱりわからなくて頭の中は真っ白だった、はあ、ビッグバードにもやはりアルファベットを見るよう勧めたのです ルーの音の文字もアルファベットにあるはずですからゴードンの言う通りアルファベットの中に探してた文字を見つけた文字の L アルファベットの中にあったんだ <laughs> 文字をお探しの時はアルファベットを簡単です ABCDEFGHIJ アルファベット君の文字もあるよ。